1985年の日航ジャンボ機墜落事故から39年、現場で描かれた3つのイラストは公式調査報告書には記載されておらず、アメリカ当局者が名刺に書き日本に渡した非公式資料です。イラストは事故原因の核心となるボーイング社の修理ミスを示唆、事故原因を特定できなかった調査初期に書かれました。アメリカ側からイラストを受け取ったのは事故調査官の藤原博士。イラストには機体後部の圧力隔壁の修理状況が書かれています。藤原が現場でアメリカの NTSB 調査官シュリード氏から声をかけられ、隔壁の修理を疑問視されていることを知りました。墜落したジャンボ機は7年前に事故を起こしており、その際に圧力隔壁が損傷していました。ボーイング社が修理を行いました。漫画家の倉田真由美氏は南海トラフ地震への過剰な備えを批判しました。氏は不確実な危機に過剰に備えるのは個人的な趣味とし、他人や社会に迷惑をかけるのはやめてと主張しました。この発言は日向灘の地震後の南海トラフ地震への注意喚起を受け、一部から同意の声も上がっています。一方、自然災害は本質的に他人や社会に影響を与えるもので、備えの必要性を訴える意見もあります。気象庁は台風5号の影響で東北地方に線状降水帯が発生する恐れを発表。記録的な大雨が予想されるため、青森、岩手、宮城で今夜から明日午前にかけて大雨災害の危険度が急上昇。東北では平年8月分の雨が降り、土砂災害や河川氾濫が懸念される。大雨対策を万全に整え、自治体の情報に従って早めの避難を心がけてください。